丸です。植物ですね。植物好きで観葉植物。あ、家に置いてるってことですか。はい、今はパキラと。パキラ、パキラ育てやすいんですよ。それウンベラータっていう。ウンベラータとピカクシラっていう。全然知らない。で植物が3種類置いて、はい、結構でも埋まんないですね、家の中。そんな種類撮影をしてて、はいはいはい、パキラを写したり写さなかったりしたいじゃないですか。移動させたら直しちゃってそれで絶望して腕が3本こう分岐してて、はいはい、2本折れたんですよ。あ、私も絶望して、うん、とりあえず倒しましたみたいなストーリーで見出して。でもあれなんですよ、普通ペットみたいな感じで。あ、でもそうですね、絶望するんですね。絶望するし、朝起きたらおはようって言って、調子はどうみたいな。全然喋りかけます。だから普通に家帰って寒かったら、え、寒くないみたいな。あ、そうなんですね。植物育ててる人ってそういう感じなんですね。いや、そうなんじゃないですかね。アメリカに10日ちょっと、仕事、はい、10日ぐらい仕事で行ってて、死んじゃうんで、企画しながら。すごい繊細な植物なんで。10日も開けちゃう。ピカクシラのブリーダーさんに。ブリーダー。え、普通の友達とかじゃダメなんですか。いや、ちょっとまあ信用できない。あ、これ。あ、ピカクシラです。吊るすんですね。吊るします。吊るさないパターンもいけます。吊るします。でも今日上に行くやつですか、生え方の人。いや、ガラーンです。あ、じゃあ吊るした方がいい。なんで、スタッフして今流行ってるので。あ、流行ってます。今流行の一般的にってことですか。その界隈だけじゃなくて、多分部屋とかを投稿する人の中でエバーフレッシュっていう大きい植物があって、あ、それが超可愛くて、ここにも合いますね。本当ですか。エバーフレッシュの可愛いところは、昼間はこう葉っぱ開いてるんですけど、夜になったら閉じて寝るんだ。なんかちょっと朝と夜のなんか雰囲気が、はぁ、ちょっとオレンジ感が違う。いいっすね、なんかそう動きあるやつ、いいな。絶対愛せます。そっか。絶対エヴァちゃんみたいな。そっか、じゃあもう毎日見せこなきゃいけなくなっちゃう。いや、そうですよ。来てください。次来たらもう植物だらけになってるかもしれないですよ、うちの店。あと個人的にあの窓側にツリーとかあったらめっちゃ可愛いですよ。クリスマスツリー、いや、ちょっと迷ったんですよ、クリスマスツリー。でもこれやってるんだったらクリスマス期間。そうそう、いや、もうこれが精一杯。ガラガリですか。ガラガリ。クリスマスツリーの前で撮れるリールのカフェが東京でめっちゃバズってるから。あ、本当ですか。ツリー出したらいいみたいな感じだった。そうなんだ。だからツリー行けばそんなスペースだったのかもしれない。でもここ来たらみんな写真撮っていきます。まあ、撮ってる方がほとんどですね。いや、でもそれこそ SNS 今でも何万人いるんですか。私のアカウントは 1.3 万人で、1.3。なんかあるんですか、伸びたタイミングみたいな。でもそれは割とずっとやってました。一気に伸びた、一気に伸びた時もありました。おうちカフェを私ずっとやってて、コロナの時に。なるほどなるほど。ひたすらおしゃれな、すぐ東京に行かないと食べれないようなスイーツを、その時に帯広に幽閉されてたんで。だからそれこそ東京かなみたいなカフェをずっと家でやってたんです。それを投稿してたのが1万いいねとか、なんかこういうカフェが好きな子たちがフォローしてくれて、韓国とか可愛いおしゃれみたいなカフェ好きな子たちがフォローしてくれて。そうなんです。SNS で投稿するときにこれ気をつけるみたいな。まあ、今はデリケートな時代だから。これこそ言葉の言い回しとか、あ、まあ、なんか可愛いっていうのもルッキズムとかに当たる時代なんで。はいはいはい。いや、難しいですよ。めっちゃ難しいですよ。褒めてもダメって難しいですね。だからもう何も言わない。いや、素敵ですねとかいいんですけど、なんか今ママパパもダメみたいな。え、そう、なんか男女の、あ、正しくは男女かっこなんか順不同みたいな、順番に何もなしみたいなのを教えるのがもっと正しいしみたいな。でもいや、これでもテロッ
まだいらないよねとか。いや僕ずっとなんかマルさんのインスタ、基本無音で見てるんですよ。ああ、そうなんですね。だからアフレコは知らなかったです。でもなんかそれこそ音を聞いてない人のためにアフレコでテロップ入れてして、そうですよ、ねうん。逆に聞いてる人はだいたい iPhone の音量30ぐらいにしてるから、その時にちょうどいい音でアフレコを入れるって。すごい。30。私今めちゃめちゃ喋ってますけど、ね、私なんかすごい女の子らしくておとなしい方なんですよ。インスタの方でも。そうなんですよ。フォロワーさん結構声かけてくれるんですけど、意外と喋るんですよ、ね、言われたことあって、喋、はい、んないって言ったことないよね。ああ、でも分かんないもんですね。そうなんですよ。だからそのみんなびっくりするから、最近なんかちょっとガチャガチャした自分というか、こんな感じだよみたいな、はい、人からも結構出してて、なんな服装ですか、なんだろう。まあ、服装と喋るとは全く思わなかったです。そうなんですよ。あと多分カフェにいる子って同じだとか思わないですよね。あ、そっか、そういうなんかいろんな要素っていうか、あれで、でも別にそういうおとなしく見せようとしてなくても全然しないですよ、勝手に思われるんですね。そうそう、でも結構僕の周りでも丸さんのインスタ見てる、うちのスタッフもそうですけど、僕がもともとなんか写真の雰囲気とかすごい好きで、この子のなんかインスタ見てるんだよねみたいな話をしたら、私も見てますとか。嬉しい。でも30代の友達とか女友達も普通になんか顔が好きって言ってます。嬉しい。それこそ若い女の子が多いんで、フォロワーさんが顔はもうバレてる。ここで写真撮ってみましたけど怖い怖い。後から言われるんですか。後から言われる。これ地下法1往復したんですよ。1 普通に用があって、はいはい、大通りから札幌行って、札幌行から大通りに歩いただけの、この30分ぐらいで6人ぐらいから、見ましたみたいな。後から DM みたいに。後から。でも1人は二度見されたんで、こう知り合いと思ったらその人で、僕ですみたいな。二度見、あ、いる、本当にいるんだ、この人みたいな。そうすごい、下手なことできないんですよ。声してるの。スマートだけない。ガムとか食いてできないです。やんないですけどね。マーシリスコーヒーにずっと通ってる、多い時だと思って、6人とか店内がすごい席で、今、後ろにいます。来たことある。お酒もやる。声かけてもいいですか。ホラーじゃないですか。そうでも今後なんかありますか。なんかこうなりたいみたいな SNS を使っていきたい。まあ、あと私も自分のカフェをやりたくて。あ、そうなんですか。今のインスタも始めたんですよ。その自分が広告媒体になれば、はいはい、その人が始めたって、はい、もしくは話題性もあるし、うん、そもそも私インフルエンサーの友達とか知り合いになれるんで、やる気ない。最初ね、来てくれますよね。そしたら全然みんな多分来てくれる。ああ、そっか。でもカフェやりたいんですね。カフェやりたいですね。札幌でですか。札幌がいいですね。でもなんかあるんですか。なんとなくこういう感じのお店の雰囲気にしたいみたいな。まあアンティークが好きなので、はい、アンティークも入れたいんですよ。自分の家も家具はアンティークが多くて。近々何年以内そういうの。あんま考えてないですか。全然私、青2歳なんで。青2歳、いや、青2歳の方がやれますよ。そうなんですかね。でも20代で、まあ僕は良かったんだと思います、ね、なんか体力的なあれもそうですし、精神的な体力もなんか20代の方がなんか勢いというか、いや、難しいですよね、本当にめちゃめちゃ一握りですよね。そうなんですかね。いや、まあ必死ですよ、いろいろやっぱり。いや、でもこういうなんかお話しするのとかも、結局なんかこうお店やってると、まあ、メニューも考えなきゃいけないし、なんかちょっとしたちっちゃいトラブルとかいろいろあったりするじゃないですか、日々。なんかそれの時の引き出しを増やしとかないと、なんかとっさに対応できなかったりするので、なんか同じ、例えばコミュニティにずっと居続けたりとか、ずっと同じ行動し続けてると、なんかその引き出しが増えなくて、でそれもあってこうなんかちょっと違うことやって、違う方とお話ししたい。ちょっとやんなきゃなっていう。もうだから
勉強ですか。そうです、勉強です完全に。いや勉強大事ですよね。そうですね。そういうのやんないと多分マルさんとお話しすることなかったです。確かに。いや学ぶ姿勢すごい人がちゃんと成功するんですよ。そうなんですかね。いやなんかそれやっとかないとみたいな感じのなんか焦りもあります。こうやっとかないと。あれ逆そうなんですよ。え、本当だ。1日1台でやるんですか。4車線一通なんですけど、たまにいるんですよ。旧型エクストレイですよね。よくわかりますね。はい、18年式ぐらいですね。すごい。引き逃げされても大丈夫だったよね。はい、来ました。でも YouTube やんないですか、そういう喋る。いや、YouTube… アンティークチャンネルみたいな。アンティークマルチャンネル。マルチャンネル。敵田さん YouTube 名で始めようかな。でも YouTube やればってめっちゃやることあります、うん、まあ、ひたすら喋ってるからなんかいいですよね。やります一緒にアンティークバルチャンネル。いや全然そんな喋れないですよ。あそうなんだって、なんか相槌しか一生ここで撮影しますから。ここで収まるんですか、アンティークバルチャンネル。撮影できますよ、アンティーク。今日のってこれ出して、今日は何年生のとかに。いやそれはそれで面白いですけどね。いやそうですよ、全然あのチャンネル貸し出します。アンティークなんかやってる人いるなみたいな。あれここ夜営業してんだって言ったら一人でなんか人で撮ってる。全然植物の話。いやそう確かにちょっと次はアメリカ。アメリカってなんかアメリカ仕事で、あそうそうそう、なんかいいんですよ。10月に行ってきたんで、アメリカの話しよっかなと思って。私すごい散々だったんですよ。あ、そう、うん、なんかまず行きの飛行機から、はい、で、成田からサンゼルス行くのに11時間目になるんですけど、機材トラブルでモニターがつかないですって言われて、そういいですか、いや、嫌です、嫌ですって。いや、わりかし絶望と思って。全部のあれ、いや、私ともう一人の席です。あ、ちょっと辛いですみたいな。うんうん、それ1災難、うん、最初の最初のこれ序章に過ぎない。ロサンゼルス着いて、ホテルの部屋が三つ星ホテルで、ああいいじゃん、クイーンベッドで出てました。そうなんだ、そのサイズになるんですね。もう3人部屋でお風呂2つ、トイレ2つ、リビング付きとか、L 字のソファありました。テレビも1人1台ありました。1人1台3台だから。すごい、いいの。ネトフェとか全部つながるし、すっごい良かったんですけど、夜ご飯がプールサイドでシェフホイスのバーベキュー行ったりとか。すごいすごいいいじゃないですか。いいねとか言って、いやでもお腹いっぱいだよって部屋を取ったら、サイレンが聞こえる部屋が3分おきぐらい聞こえるんですよ、ブーブーブーって。オーブンレジがエマージェンシーみたいな、すぐにスタッフ呼んでくださいってずっと流れてて、ってこう開けると止まるんですよ。うん、止まったわって言って閉めるとまた3分後になりだすんですよ。燃えるみたいな。逃げるみたいになって、うん、で見てくれたんですけど結局直せなくて、でもう変えますって言われて新品に変わったんですけど、うん、こんなことあるみたいな。そんなサイレンになって、その人たち交換してくるまで全然お風呂とか入れないじゃないですか。なんかいいホテルだから多分新品に変えてくれたんですよ。まあまあでも対応はいいですよね。そうそうそう、でもなんかもっと切れる人いそうなあれですよね、うん、すごい不安でしたよ。マイクロマイクからエマージェンシーはめっちゃ怖いですよ。見たことないですね、あのコマンドというか点滅してるんですよ。それも燃えるしかないですよ、ね、もうだからハッカーみたいな初日です。ここで今で今時差が16時間あるんで、はいはいはい、15日の昼に着くんですよ。まず職場の説明をちゃんと知れた人に、皆さんにはもう一度、もう一日15日を過ごしてもらうような、デスゲームみたいなことを言われてて、デスゲームみたいな。言い方が、怪しい、怖いの。時差があるとか、そういう、そういう表現できるのか。そうなんですよ。皆さんにはもう一度、15日を過ごしてもらいます。怖っみたいな。タイムリープ系なんか、みたいな。そういう映画に入ったかな、みたいな。一回の飛行機で貧血を起こして倒れて、本当に最悪で、なんかあのモニターでヘルプみたいなボタンされちゃった。ヘルプボタンないですね。めっちゃ探したんだけど、何回探しても設定みたいな画面とか行って、あとクエスチョンマークとか言って、もう画面を暗くするとか映画を閉じるとか
かるよね。あ、そうなんないですね。汚くて、ちょっとこう、それも涙流しながら人帰り全然 CA さん通らなくて、あ、そうか、で、来た時に来て、あ、ちょっと気持ち悪くてみたいな、もう動けないですで、非常口の脱出袋みたいなのを前にめっちゃ思わず敷いてくれて、ね、CA さんの機内持ち込み用のキャリーを下に置いてくれて、その上に足乗せて、貧血なので、はいはい、足を頭より上に上げなきゃいけないので、乗せて1時間ぐらい寝かせてもらって、はい、でもなんかトイレ行くときにみんながそこに横を通るので、めっちゃ、えみたいな、すごい、ありがとうございます。請求。それ、DM はこうなんですか、トイレの前で寝ましたよね、みたいな。なかったですけど、すごい見られすぎて、なんか私が席戻ったときに、1時間ぐらい寝てから席戻ったんですけど、席戻ったときめっちゃ飛行機、言って映画好きです。奇跡の生還みたいな。奇跡の生還。恥ずかしい。すごいなんかドラマチック。いやもう波乱万丈でしたコーヒー、コーヒーはでもまあさっき話しちゃったんですけどラテアートやりたい。ああそっかそっか、ラテアート。なかなか家庭用マシンとかだと難しい。いね、家にデロンギのエスプレッソマシンあるんですけど、はい、アレンジメントリンク作る分には全然いいんですけど、ラテアートはなかなか、あとミルクフォームが全然飲まなくならない。あ、そうなんですね。低用はなかなか、あれだったらめっちゃいいやつじゃないですか。200ボルトもないかな。いや、でもそれこそあのテナントも選ぶんですよ、やっぱり。電力足りなくて、あ、ここ料理するっていうの何件かあって、もう店出すってなったら、で練習します。ありがとうございます。YouTube 撮りながら。そうです。全然ハンティングじゃなくなってくるみたいな。普通のご飯屋さんとかは行きます。全然行きます。まず異常にサーモン好きなんで、往復一周で5回ぐらいお寿司屋さん行ってて。このサーモンでいいとかあるんですか。サーモントリトン。ああ、もう好きですね。トリトンが並んじゃいますね、ついつい。お酒は飲まないですか。アルコールアレルギーで、あ、そうなんですか。全く真っ赤になるんですか。なんかコップ一杯で急性アルコール中毒になる。でも私、わりかしシラフでもテンション高い。いや、そんな感じしますよ。ちょっとシラフなのに、なんか、いや、こいつ飲まされすぎやろみたいな。誰だよ、こんな生さんって言うと、いや、シラフシラフみたいな。確かに、なんか。シラフだけどずっと酔ってるみたいな。そんなね、キャラクターだと。思わないですよ。思わない。想像もしなかったっすね。なんか隠してないんですけどね。いや、なんか不思議っすよね。そのなんででしょうね。いやでも顔がうるさくないですか。うるさくないですか、うん。うるさい顔じゃないか。うるさい顔じゃないですね。うん、顔うるさい人ちょっとやっぱり近づきづらいですね。比較されそうです。そうです。だからなんかねこう。出てくださいってお願いしたら結構うるさかったってはめられました。はめられました。とりあえずね、今日こんな感じで YouTube チャンネルを始めるってことでそこで終わります。そうです、結論、今日 YouTube チャンネル始めることになりましたか。まあ、結論する YouTube チャンネル、まあ、新しい植物買うことになりました。あ、そうですね。もう昔すぎて忘れてました。いやまあツリーも置くし、そうだツリーもそうだな、ツリーも置くし植物も置かれると、そうですね、だいぶ変わります。 DM します。これ買いました、ね、買いました。そして後ろにいますよ。そうしてください。じゃあこんな感じで、はい、今日はありがとうございました。いや喋りましたね。いや喋りましたね。いやそうこれ2週にわたっていっちゃう。いや、しかも全然。